喉とお腹がポカポカする。体が熱い。でも心が軽い。はあ、まるで、至福。美味しい。本当ですか？何？ふわふわしてきた。こんなの初体験。至福。あ、もう朝ですね。二日酔いとか大丈夫ですか？お酒と。ソラ、ちーちゃんのためにキンキンに冷やしたデザートです。不意打ちの至福。どうしたの、ちーちゃん。だって会社で抱っこされて、帰りにおんぶされて、なんかキュンってきちゃったんだもん。ちーちゃん、もしかして酔ってる？酔ってる。目が口いっぱいに咲き乱れて。締めを用意しました。どうぞ。死んじゃう。ソラは私をダメにする。ちーちゃんってさ、どうしてそんなに可愛いの？何それ、やだ、恥ずかしい。ごめんごめん。もう罰だよ。お布団の中でギュッてするけい。参ったな。超行きたかった。ちーちゃんお酒好きだもんね。でもダメなの、酔うと変になるもん。こんな姿誰にも見られたくないよ。ん？うんうん。隣？え？卵酒すごく美味しいよ。もう一口くれないかな。うん。ふふ。あーん。うん。美味しい。温まるよ、ちーちゃん。早く元気になってね。どうなっているんだ。これが呪いだというのか。君は怖くないのか。俺は。恐ろしい服。そりゃあ、いや、あの、普通のシーンだけど。そーら、こ、わ、い、よ。聞きました、うん、何が？ちーちゃん、テレビ見えないんだ。怖い、怖い。ノンアルコールカクテルだから。ちーちゃん、召し上がれ。ノンアル。至福です。濃厚でもすっきり。ビールでございます。ビールなのかな、どうかな。召し上がれ。ポンポン至福。ソラ、人ってハグを30秒しただけでも元気が出るんだって。どう、元気出た？あと30秒お願い。大好きなままだよ。お詫びじゃないけど、ちーちゃんも嘘ついていいよ。じゃあソラ嫌い？嫌い、大嫌い。入ったな。うそー。待って、予定があったんですか？すいません。いや、その、でも。あ、じゃあ明日のランチはどうですか？あ、ぜひ。やった、約束ですよ。じゃあ、お先に失礼します。小春くん、僕と飲みに行く？あ、いや、結構です。それに、とっても幸せだった。
ソラは疲れてない？少しだけ。ん？もう30秒経ったよ。ダメ、あと30秒。ソラもゴロゴロするの。あれ、今日雨だ。あ、ダメ、スマホダメ。でも洗濯。もうゴロゴロしよう。買い物も行かなきゃなんだけど。ダメ。お酒もないよ。嘘。本当、料理に使う古い日本酒くらいしかないよ。ごめん、古い日本酒の匂い苦手だったよね。うん、でもなんとかなるかも。